アンダー53キロファイト延長1ラウンドが用意されています。チーム逆三出貝大輔対しては道場シャカリキ流星、中村さん初対決ですよね、はい、そうですね。出貝選手が53キロに落としての最初の試合になるのと、まあ、流星選手は、ね、53キロの初代王座決定ボールに出てたので、はい、まあ本当ね、こうベルトを目指すみたいな、お互いこう負けられないところで、ね、いきなりこうぶつかったカードかなという感じですね。世代間対決、出貝が36戦目対して14戦目が流星、ローキックを放っていきます。さて、おなじみ、お互いこれ左手を前に出しております。この石川選手、はい、石川さん、うん、出貝のスタイルって独特だっていう風にこれ評価を受けてますよね。そうですね、うん、あのトリッキーな動きもしながら、やっぱりベテランらしくね、自分の距離をしっかり分かっているので、はい、うん、龍泉選手がやっぱり回転に早く飛び込んでいくので、それをどういうふうにいなしていくか、はい、序盤の距離の作り合いですよね。これ間合い重要ということになりそうですね。そうですね、やっぱり最初の1分間でどれだけ自分の距離を有利に作れるかが、はい、試合は分かれてきますからね。龍泉の方がパンチちょっと引っ掛けるようなローキックもあります。探るような役割、右足逆にローは出貝です。出貝が前蹴り、それから左のリードジャブからという攻撃です。右ストレートは流星も返す。あの流星選手の右のパンチは取り込む、はい、あ、来ましたね流星、右のストレートから。さらに中村さん、ガードの外からもありますね。そうですね、ちょっと被せるように打つような右のパンチが、ちょっと序盤からね、あの流星選手の方が右のパンチが当たりそうだったんで、これも飛び込む。あの前回ですね、流星は自分らしさが出せなかったというふうに振り返りました、はい、結構あのトップどころとね、いっぱい戦ってるんで、星がね、ちょっとあの落としてるの多いんですけど、はい、本当に、ね、攻撃力とか爆発力がすごくある選手なんで、本当ね、一回火がつけば手がつけられないタイプですよね、流星選手は。毎回これ試合は見たいタイプですよ ね、 すね、あ、これは出貝に対してですね、これホールディングコート注意がありました。組みついてしまいますと早めのブレイクとなります。石川さん、今は距離感などどうですか。今あの流星選手がアドバンテージ掴んだと思うんですけど、ここで慌てないでほしいですね。やっぱ出貝選手はこういう時こそベテランなしカウンター狙ってくると思うんで、はい、これ一回流星選手は丁寧にもう一回試合作りたいですね。これはローブローがありました。ローブロー一つあります。これ回復を待って続行ということになりそうです。でも中村さん、確かに出貝、はい、ここからの手立てというのはいろいろあるでしょうしね。そうですね、あとやっぱりこう階級ね、変えて初戦って最初やっぱちょっと感覚つかめないっていう、こうよく選手から聞くんで、まだこの1ラウンドはね、ちょっとこうなんかふわふわしてるというか、そういったところもなくもないのかもしれないですよね、うん、今そこをいかにアジャストさせるかという出貝、右ロー流星返す、そしてパンチへ、アッパーも流星が多用してきます。回るようにしますが、右ロー、さらに出貝、さまざまな種類の蹴り使いこなして、そしてパンチでカウンターという手段があります。あ、今度は流星に対してのホールディングの注意。第1ラウンド、石川さん、まだ探ってますかね。そうですね、出貝選手は細かい技をしっかり捨てて、後半にどういうふうに攻めていくかという感じだと思うんですが、流星選手は雑にならないように、はい、うん、出貝選手が何か狙っているかもしれませんね、はい、うん、あ、膝もありますね、うん、右ストレート、うん、もう一発上から、ラウンド第2ラウンド、右ローからという赤いグローブ出貝、パンチからローキック返すのが流星です。インターバル中の表情も流星輝いていたように、そんな風に映りました。あ、出貝がそれでも前に出てきますが、ボディーから左、パンチは流星です。まあ、出貝選手ね、結構あの回転系の技とかも得意にしてるんでね、どっかで狙ってくると思いますよ。ありますね。でも流星このボディー打ちも、中村さん、はい、なかなかこれ的確に取られてるようです。出貝選手55から落としてきた選手ですけど、あの流星選手全然そんなにこうなんかパワー負けみたいなやつあんまりないんじゃないですかね。そうですね。あ、ここで一旦間合いも元に戻しましたかね、石川さん、流星。そうですね、流星選手やっぱり1ラウンド目に自分の、うん、いい流れが作れてるっていう実感があるんでしょうね。1
生き生きとした動きができてますね。こうやって動き回ることができればですね。そうですね。流星の出入り。第2ラウンド1分経過からまた左に回ってからさらに左フックを放っていきます。顔もよく動かしてボディ打ちからローキック、流星の攻撃です。中村さん、流星一ところにとどまりませんね、はい、そうですね。ただこのラウンドは結構ボディ、はい、出貝選手をうまくこうプレッシャーかけてこう前に出れてるんじゃないですかね、うん、その先見たいですね、はい、ワンツー2発目テンプルを捉えています流星。出貝選手いいですね、プレッシャーを与え始めましたね、うん、さらに前進ローキックも忘れません。出貝右ストレート投げつけるようには流星のパンチです。あでも石川さん、こうやって見ていると今当たりましたが本当に間合い大事ですね。これそうですね、あの序盤は流星選手自分の前で動いてたんですけど、はい、だんだん今動かされてるってなってきたんですね、はい、出貝選手のプレッシャーのせいで、はい、そうすると動かされてるっていうようなリズムになってくると出貝選手が有利になりますね、はい、まだまだでもちょっと探り合ってる状態だと思います。そうされるとこれ気持ちの面でも嫌でしょうね。そうですね、そういう時にやっぱりキャリアの差っていうのは出てきますね、前蹴りもいい、捉えてきた、いざこれはギリギリのところでかわしています。出貝やっぱ何もしなくてもこういう展開ってこう下がる方消耗しますからね、はい、消耗させての出貝のファイト、ラリハイ、さらに右ストレート、中村さん勢い増してきましたね。そうですね、やっぱこう蹴り散らして右の強打っていうのも狙ってますね。出貝選手カウンターをという試合前の発言ありましたがそれだけではないというところですね。そうですね、やっぱうまく試合作り出しましたねこのラウンドで、はい、出貝がその圧力その先にというパンチ見せています。流星ちょっと動きづらくなったかコーナーに押し込んでバックスピンキックですが左に入り、さらに右フックは流星、その防衛戦が12月と発表されております。そこに向けての実績ある出貝、赤いグローブ、右ストレート、右ストレートで返します流星です。さらにボディ打ち、武井には一度敗れている流星、リベンジを見据えています。前蹴り、これも長い距離、あまたローブローがありましたがここタイムストップです。また流星に対してです。石川さん、何かこう楽しみにしているところあったらこのラウンドぜひ教えてください。あの出貝選手が大技を出すかもしれませんって意味深いこと言ったんで、はい、相手は若い選手でどんどん来て出てくると思うんで、はい、僕はそれにつられて大技が出るかもしれません、期待しててくださいって言ってました。ちなみに前日計量で石川さんが取材をしてきてくれました。狙っていますかね。でも左インローから、そうですね、左ハイ、さっきから左ハイがいいですね、当たりますね、左ハイ返す、流星の気持ちもいい、さらに左のフック、中村さん、そうこなくちゃという戦い見せてくれますね、はい、ハービーザー、さらに流星パンチへ、ハービーザーを返そうとする出貝、それはブロックしたか流星です。気持ちの強さ、ミニロどちらが制するかという局面続いています。左アッパー、いや右アッパーから左の膝、出貝選手は細かい技からつな、うん、げていって有効な技につなげていくっていう、はい、このスタイルですね、はい、流星選手はもうとにかくもう気にせずにプレッシャーも気にせずにもうとにかく自分勝手に動くのが、うん、ポイントになると思います。そうですね、はい、自分のペースでという流星、ちょっと口を開いて呼吸しておりますけれども、それを冷静に見据えて前蹴りからが出貝です。キャリアの膝、はい、飛び上がる膝、さらにパンチへというつながりです。いやでもやっぱあれあるんでちょっと出貝選手 出づらいんじゃないですか。やっぱ流星が見せました ね、 そうですね。あ前蹴りで距離あるところからという蹴りは出貝、頭が下がると危ないんですが、ここはブレイクです。ちょっと額のあたり流星赤く変色しています。右ロー口頭注意というアナウンスもありましたが、中村さんあと1分ですね、はい、そうですね、出貝選手はローキックもあのいいんで、あれでまず削っていって、はい、うん、そう、左フック、あでも流星がなかなかさせないという動きもあります、はい、石川さん、しのぎ合いになってきましたね。そうですね、出貝選手はうまーく
くフェイントをかけてから左に入って当たりそうな気がするんですけどね、結果有効に出てる、はい、うん、何発かヒットがありました。出ないの蹴り、膝飛び込むところに流星のパンチ、押し負けないというところを流星見せてきます。中村さん、またこれ口頭注意あったようですね。そうですね、ちょっとこれどちらに対してかというのは聞き取れなかったんですけれども、前に出てくるのは出貝の方です。さらに押してバックスピンキック、左右のパンチ、顔面を捉えるのは流星です。ラッシュは流星、飛んで出貝、さらに左に入、これが狙いだったかという出貝、試合終了です。ジャッジ梅木30対29、青流星、流星1票取っています。30対29、ジャッジ和田29対29、ドロー、2人目はドローです。あれだ、さあ3人目ですね。ジャッジ永瀬30対29、青流星、流星勝ちました。2対0をもちまして勝者青コーナー流星。こんばんは、シャカリキの流星です。今回はちょっと まあ自分的にはもう20点ぐらいの試合だったんですけど、まあ今回勝ったっていうことで、あのもう一度武井選手にベルトをかけて挑戦したいなと思ってますんで、宮田さんよろしくお願いします。今日、応援に来てくださった、家族、事務生たち、あと代表、セコンドの人たち、今日はまあちょっと、納得いかないですけど、まあ、勝てたんで本当にありがとうございました。また、まあ、自分のことを知らない人もいっぱいいると思うんですけど、まあ、今日はこんな試合なんで覚えてもらわなくてもいいんですけど、次ちょっといい試合するんでぜひ覚えてもらえたらなと思っています。ありがとうございました。